香港チャンネル。質問が来ております。はい。先日、元国会議員の人が、うん、新幹線のグリーン券などを騙し取ったとして、逮捕されたということなんですが、まあ、国会議員をまた装って、こう、ね、騙し取ったということなんですが、どう思いますかと。はい、あれでしょ？なんか、楽やったから。なんかグリーンのあれが忘れられなかったみたいな。忘れないって。ね。だから俺はほんまに思ったけど、その元議員、はい、どこの党やってんって思うのと、うん、で、ね、楽、まあ、つぶやきましたよ、はい、楽なグリーン車ねって、私は乗るのに苦労しましたと、うん、その苦労が身になりましたが、指定席、自由席が人を育てる上を目指せる、稼ぐリスクより犯罪のリスクを選ぶのかと、うん、どんな志で国会議員に日本が壊れていくというところで、あれでしょう、グリーン乗ることが志やったんじゃこの人議員になったらグリーン乗れるわと。そう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 。だけどこれあれでしょう、指定席中がグリーン券はもう自腹にした方がええとかねコメント来てましたけどね。はいはい。もう指定分だけの料金は払うけど、うん、でも、うん、まあ国会議員やからまあそうやな、そこでなんでグリーン乗る必要があんねんというのもあるやん、国会議員が、うん、はいはいはい。ほんでその国会議員が乗る席は、あんねんけどな。いつでも乗れるように。ちょっと予約が空いてるけど。調整席っていうやつが。はいはいはい、うん、俺それ知ってねえから。うん、なるほど。うん。そやけど、そういうのはね、うん、ほんまに仕事していただいてんやったらええし、うん、うん。っていうところやねんけど、で、その国会議員が乗ること自体もこうやって問題視されてくるのに、うん、ね、こういうことがあったら。うん、元議員やろ。元議員がわざわざね。ほんで、昔のなんか書類を出して、書類か、はい、なんか証明書みたいなの出して、はい、偽造やろ。偽造です。ほんで、現役のなんか国会議員の名前書いてみたいな。ほんで、問い合わせてんやろ、それ。はい、JR が、はい、あ。ほんだら、それ結構前からやってるっちゅうことやろ。そうでしょうね。うん、今回が初めてじゃないでしょうね、うん。完璧な犯罪やん。犯罪ですね、これは、うん。俺は元国会議員って言っても、その、元同僚の方もいてるでやん。はいはい。その同僚の方が国会議員やったら、その国会議員が声出さなあかんのじゃんかい。うん、思えへん。確かに。うん。同じ党のね。うん。あ、もうないわって、今は違うとかまた言うねやろ。そうですね、うん。うん。また別な党なんでとか。まあ、そういうことやから、だからもうそんな、どこに移動すんねん。逮捕されてんやろ。逮捕されてます。でもね、こう会社役員やと自分のところは別に会社の経費で落とせやね、ええ話です、ね。あ、会社役員って言うても、もう、経費で落とすような案件でもないねや。ああ。もうしようやろ。そうでしょうね。うん。うん。そうじゃ。確かに。そこも全部ね、明らかに、これは、やっぱり開示してほしいよね。うん。だって、血税でしょ。血税ですよ。うん。うん、そこは。うん、もうそれがないやん。そうですね。ああ。もうほんまに名前出せへんとこ多いよな。これ、今回出してるけども、はい、この間生活保護の受給者で、その、行政の、うん、車あるやん、何台も。はいはい、窓ガラス割ったって。ああ。あって、名前出へんねんで。なんでやねんってなるやん、はい、そんな。うん。だから、報道の仕方もおかしいよな。煽り運転とかでもな。うん、あれ、モザイクかけてるやん。完璧に犯罪、現行犯やん。はい、動かぬ証拠やのに。はい、あれも、モザイクかけんでいいのに、ね。そうやん。思うで、はい。ナンバープレートも。ほな、もう逮捕も早なるのにね。うん、ほんで、防犯カメラもあるやん。はいはい、防犯カメラも、モザイクかけたりして、はい、こういうふうな、この人物知りませんかと。わ、はい、かれへんがな、うん。そうなんですよね。なんや、何のクイズやねん。めちゃめちゃ難しいクイズやで。ねえ。だからもうそんなんもうやめていただいて、もう、ガン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 もう、うん。そうですね。で、それが犯罪の抑止になるかなれへんかっちゅう、うん、言うやん、はい。いや、やったらこの辺なんねんって、うん、で、今しめとして、うん、抑止にならんでもかめへんがな。そうやろ。
うん、そんなもん、ね、バイク取ってるやつもおりゃ、ね、うん、車にな、あのなんかさあの塗料を落とすやつをかけたりとか、まあ、そんなんも、ね、全部モザイクやねん。モザイクですね、あれ。なんでやねん。明らかに悪いことはもう絶対モザイクせんでもね。そやろ、うん、ほんま。なんかようわかる、弁当屋で弁当をしてたらな。あれね。なんでモザイクやねん。うん。そんなんやで、ほんま。あの、で、あれもや、もう犯罪になったら、なんか、千葉県の川、川ちゃん、あの、かず、まあ、はい、カキ。カキ、カキね。カキの身だけ取って、からばーって。はいはいはい。うん。逮捕せえや、うん。日本人やったらすぐ逮捕されるやろ、うん、あれ。そうですね。そんな。なんかおかしい、この国。ほんまに。しっかりやって。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。